学名がオルキヌス・オルカ。 その意味は、ラテン語で冥界からの魔物。他にも、獰猛なことから、海のギャングとも呼ばれている。海の植物の連鎖の頂点に位置する。最強の哺乳類、シャチ。天敵すらいなく、サメさえも捕食する。最強で、賢い生態と、少しドジなところを紹介します。ピエンすぎる生き物紹介です。体弱、始めてる体弱、ハットン。メスよりもオスの方がでかいです。日本を含め、世界中の広い範囲に生息、えー。背びれでオスとメスを判別することができて、オスの方が長いです。日本では、頭が虎で、体が魚の、半魚虎の空想の生き物。シャチから名前を取ったと言われています。名古屋城で有名なやつですね。名前からして、昔から。 社ャを襲われている存在だとかもよくわかります死後の世界の魔物って言われているほどですそんな恐怖のシャチに人間が関わったとされているのが1964年にカナダのバングーバーで初めて生きたシャチを保護した時だと言われています保護したシャチは暴れることもなく人に対して襲おうともせずにリラックスして人が与えた餌を食べていたそうですそれから人間はシャチに対する印象を変えたそうですそこから水族館などでも飼育が進み 日本でも鎌川シーワールドや名古屋水族館、シャチを飼育しています。さらにあの海のギャングと恐れている最強の肉食哺乳類とコミュニケーションを取り、共にショーをしたりします。一緒に泳いだりもします。昔の人間にこのことを伝えたら、行かれていると驚くだろう。時速50キロで泳げて、水面から4メートルジャンプできる脅威の身体能力に魅了し、ギャングとは思えないキュートな顔がとても可愛い。とても人気の人です。えー、ですが水族館でシャチの調教師が死んでしまう事故もあります。フロリダ州のマリンパークで調教師の上腕をつかみ、水中に引きずり込み、溺死させました。 シャチはきっと殺そうという気はなかったと思うが、生き物も人間と同じように気象が荒いやつもいればえ、機嫌の悪い日だってあると思う。一生化にいないシャチたちは、気候群れで生活していて、社会性を、 大切にするため、ストレスを感じていた。との声もある。100%安全とは言えませんね。メスを中心とした最大40頭にも達する群れを作り、集団で狩りを行う。この群れのことをポットという。群れでは母と娘の絆が強く、オスは大人になる前に群れを離れる。高度な社会性を持っていて、いろいろな音を使ってコミュニケーションを取り、遠く離れた仲間にも知らせることができる。得意なエコロケーションですね。そのエコロケーションを使って狩りをします。新しい北極群は、イルカなどの大型哺乳類や、魚などの海洋生物、鳥までも広い範囲で捕食の対象。 海で強者のイメージがあるホウジロザメでさえ餌に過ぎない。英名ではホエールキラーとも呼ばれていて、クジラ殺しの名前が付く。恐ろしいですね。世界最大の動物、シロナガスクジラまで捕食する。クジラの親子を協力して引き離して、クジラの子供に上からのしかかる。上にのしかかると呼吸ができなくなるため、窒息死してしまいます。基本、子供を食べたりしますが、巨大な親を見つけた場合、シャチたちは食うでもなく、体当たりしまくります。で、この行動は遊んでいるだけっていうサイコパスっぷり。8メートルのハットン巨体に体当たりされまくるんですね。<laughs> 遊び道具にされます。怖すぎる。えー、遊ぶことは高度な社会を持つ証でもあって、陸の哺乳類でも、狼とかも、仲間同士遊ぶと言われています。 氷の上にいる獲物なんかも複数で同時に泳ぎ、波を作って氷から突き落としたりします。とても賢いですね。そんな立派な狩りをするシャチちゃんなんですけど、浜辺で寝転んでいるアシカやアザラシを襲うこともあります。シャチからしたら大好物ですね。でも、この狩りは結構危険で、普通に近づくとバレて逃げられてしまうから、でかい波なんかに身を隠して、時速50キロの海洋哺乳類1位のスピードで、浜に突進して一瞬で捕まえるんですが、勢いが良すぎて、海に戻れなくなるんだって。<laughs> つかまえに行くけ捕まえたところで戻れなくなるんだよね <laughs>。浜で生き残った足形に笑われるんだね。あいつ戻れなくなってんじゃん、つって <laughs>。体重が重いがゆえに、長い時間陸にいると自分の重さで潰されて死んでしまいます。だから浜辺の狩りっていうのはとても命がけなんですよね。海で枯れるんだったら海で枯れようと思うんですけどね。海の食物連鎖の頂点にいる巨大哺乳類シャチのちょっとドジな狩りでした。ぜひね、ショーとかを見たい人は水族館へ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。